ゴールデンレトリバー色になったら取り出します。もう半熟ですねこれね。はい、でとろみがつきました。どうも皆さん、リュウです。はい、今回ですね、私まあ一本も飲んでないんですけども、なんか最近一本も飲んでないのにテンション高いですよね。とりあえずそんな感じでナチュラルハイな僕なんですけども、今回ね、なんとですね、チコシリーズもう相当言われてきました。これ満を持して登場、エビチーです。エビマヨのレシピはあったんですけども、エビチーのレシピまでやってなかったんですよ。昔から作ってる最高の美味しいエビチーのレシピがありますので、割と本格的です。結構中華は基本に忠実だったりするので、僕は最高の美味しいと思ってるエビチー、これ皆さんに伝授させていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料いきます。調味料は概要欄に書いてあります。はい、まずね、エビ、まあ、から込みで、200g ぐらいのエビです。剥いたら 180g ぐらいになるかな。はい、11尾ぐらいですね。そして卵が2つで、今回ね、卵と合わせるエビチリです。エビチリってやっぱりエビが結構高いので、僕が若い頃から作ったやつなんで、やっぱ卵でちょっとかさ増ししたいで、あとプラス卵とエビチリってすごい相性がいいんで、スクランブルエッグを添えるような形でやっていきたいと思います。で、長ネギが1/4、ニンニクと生姜が 5g ずつぐらい、概要欄に調味料、書いてありますので、そちら参考にしてみてください。でですね、今回至高のエビチリを作る上で、注意点なんですけども、やっぱりね、エビチリめちゃくちゃ美味しいんですけども、結構ね、やっぱ工程がある、レシピになりますので、気合を入れていかないといけないと思うんですね。気合の入れ方は皆さんいろいろ違うと思います。僕の気合の入れ方、今回は説明していきたいと思います。アルチューマシン2号、夏場もこればっか飲んでましたね。炭の酸水ですね。ちょっとレモンをということで、モンサワー、ありました。あ、今日誰ここにいまーす。はい、っす。今日の旅の友は哲也じゃない、達也です。いつも間違える。気合入れていきましょう。頑張れ俺みたいになってんぞ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずですね、はい、こんな感じ。卵を入れるエビチリってね、そんなにいっぱいないんですけども、これがね、ものすごい美味しいんですよ。大さじ1杯のね、お水をここに入れてください。はい、はい、で、塩コショウ、まあ、軽く下味をつける感じで、入れてください。これね、水入れることによってね、かさが増してですね、あとふわっといくんですね。こんな感じでよく溶く。これね、よく溶いちゃって大丈夫です。お野菜から切っていきましょう。みじん切りします。生姜からみじん切りです。はい、こんな感じですね。スライスして千切りにして、またその千切りをこう垂直に切るとね、綺麗なみじん切りになりますので、こうやって切ると細かいみじん切りになります。これでね、結構ね、香りが出てきますんでね。僕はね、ニンニクだけでエビチリみたいなのやることも多いんですけども、やっぱね、生姜が少し入るとね、よりお店感が増します。こんな感じですね。ニンニクはこうやって、ね、潰してですね、はい、で、剥いて、ね、みじんですね。はい、こんな感じでね、長ネギね、長ネギを粗みじんにしていきます。まあチャーハンの時にやってた方法ですね、これね。はい、長ネギが口に当たるぐらいの方が美味しかったりするんで、はい、ざっくりとちょっとだけ粗くね、こっちはやります。はい、で、エビはこうやって足向いてね、尻尾の部分もこれいつもやってるんですけど、こうやるとこの尻尾の肉が残りますんで、はい、これでやってってください。で、これ全部やっていきます。本当はね、腹綿取る、のが一番丁寧なんですけども、腹綿はね、そんなに気にならないので、僕は背綿だけ取るような、感じですね。もし気になる方はね、腹綿も抜いてください。こんな感じで、足ごともいで、こうやって引っ張って、この尾肉をね、尻尾の肉を残します。ブラックタイガーがいいとかいろいろあったりもするんですけども、まあ今はね、スーパーにこの安いね、バナメイ的なエビ、安エビがね、売ってるんで、僕はそれでも十分に美味しいと思います。僕は、バナメイとかの方が美味しいかなと思いますね。こう背わたを取っていきます。こうやって突き刺して、こう引っ張るんですよ。そうすると突き
き刺して引っ張る。そうすると、腹綿、腹綿じゃない、背綿が取れますんで、はい。こうやると一瞬で背綿が剥けるっていう寸法でございます。はい。ちゃんとした料理番組みたいにやっちゃったんで、飽きられないように酒飲みます。エビはね、洗って汚れを取るとかっていう風に言われる方もいらっしゃるんですけども、僕はね、やらない派です。あのね、そこまで変わらん。まずね、このさっき溶いた卵液、これ大さじ1杯分入れます。はい。これでね、エビコーティングするんですよ。そして塩コショウ。まあ、軽く振って、下味ですね。で、お酒です。お酒で、臭み抜き。ね、あと風味付けしていきます。片栗粉ね、片栗粉大さじ1半、これでね、エビにコーティングを施すんですね。こうすることによってエビが硬くなると防ぎます。パリッとした食感も、含まれますんで、こんな感じでね、揉み込んでください。これ衣をつけるような感じですかね。ちょっと軽く、あの片栗粉の量は全体にこうエビにまとわりつくような感じっていう風に覚えてください。さっきちょっとシャバかったんで、これぐらい卵液がちょっと全体に絡まるような感じがベストです。じゃあですね、フライパン今強めの中火で熱してます。ここに、油ね、大体大さじ1杯、強めの中火で熱して、油まで熱します。いった卵ですね、これを半熟のスクランブルエッグにしていくんですよ。いいですか、今温まってます。はい、温まったかどうかはね、卵液落としてくださいね。これブチュクチュクっていったら OK ですから。はい、もうね、すぐに、固まってきます。はい、はい、これぐらいでいいです。もう半熟ですね、これね。はい、こいつをもう寄せて、でここに乗せちゃいます。これぐらいのね、半熟加減がいい。もう本当に、熱したのに入れて、1分もやらん。で、ここもまあ油小さじ2ぐらいかな。さっき揉み込んだエビ、こいつをね、一度ね、炒めていく。焼く感じですかね。これをやることによって、このエビにですね、適度な、この衣がつきまして、食感が増されます。卵と片栗粉とコーティングしてあるんで、このね、エビチリソースが乗るんですね。こういう感じで、この時点ではエビに全部ね、火を通す必要はありませんので、ゴールデンレトリバー色になったら取り出します。また油、まあこれも小さじ2ぐらいでいいです。はい、そしたらですね、ここからね、チリソース作っていきますよ。まずはニンニク生姜で、香りをつけていきます。はい、香りがすぐ出てきますんで、この豆板醤ですね。はい、豆板醤、僕はね、辛いの結構好きなんで、大さじ1杯入れちゃいます。はい、ケチャップが大さじ2杯、これ、ね、重要です。はい、ケチャップ、チリソースのね、甘みとか酸味とかって結構ケチャップから来たりしたりするんで、ここ弱火でいいですからね。はい、そしたらウェイパーね、小さじ4分の1ぐらい、はい、少しです、少し入れます。そしてお水がね、 120cc で沸かします。入ったら、塩、お酒小さじ2杯ね。はい、昔のレシピだからね、結構ね、砂糖小さじ1ね、結構面倒ですね、これね。何これ、長ネギです。長ネギ入れたら、ここでエビ戻します。エビチリソースちょっと味見します。うまっ。エビチリをね、皆さん作ってもらえる方はね、幸せだと思ってくださいね。この料理めんどくさいですからね。煮ていきます。で、とろみをつけます。ソース煮詰まりすぎちゃったな、ちょっと硬すぎちゃったなと思ったら水足してくださいね、これね。で、とろみがつきました。そしたらここに仕上げ、油小さじ1杯、これでね、ツヤが出ます。ツヤとコクが出ます。で、最後にお酢小さじ1弱ぐらいかな。はい、これ入れるとめちゃくちゃうまいです。最終的に酸味が足されて味が引き締まります、これで。で、塩コショウで少し味整います。もう盛り付けます。もうこんな感じ。はい、うわ、うまそう。こうね、赤とね、黄色のコントラストが最高なんですよ。スクランブルエッグにかけるような感じで盛り付けるとすっごく綺麗なんですよ。よっしゃ。はい、そしたら、まあ、ちょっと彩りに小ネギでも添えましょうか。はい、はい、そうしましたら至高のエビチリ完成でございます。
い、それではいきましょう。食べていただきます。いただきます。卵とエビ両方よそって召し上がってください。これです。いただきます。このチリソース神だな。ちょっとね、仕上げに少しねラー油かけてはいるんですけど、オイラー油ですね。ラー油をひとたらしして、皆さん片手にはお酒、用意してくださいね。ビールとかでもいいですよ。今回のマサワですけども、ではいざ尋常に。これやばい、間違いなく最高峰のエビチリです。これやべ、テンション上がってきた。タピの仲間、タピの仲間のピカチュウに来ていただきました。これはサトシってことですか、ルイさん。うん、俺サトシ。うん、いただきます。はい、いただきます。いただきます。やばっ、めっちゃうまっ。チリソースだね。チリソースか、うん、すごいですねこれ。めっちゃうまいでしょ。完成度高すぎてびっくりしろこれ。卵うんまっ。卵にチリソースかけてもうまいぐらい、チリソースうまい。中華屋さんで食べる。いやもうほんとそのレベルですね。ラー油行ってちょっとその卵ちょいにあのエビと一緒に食べると、なるほど、そのふわふわ感も。エビ超プリプリなんだよこれ。エビのプリプリ感ちょっと半端ないですね。まとめて、うまっ。あんまりギャグ入れないでちゃんと作ってたんだけど反映されてる。至高っすね。お店の味っすよ。ほんとにお店の味って言っても過言じゃないと思う。完璧です。あ、ごちそうさまです。あと3本頑張ろうぜ。はい。ということで、今回の至高のエビチリいかがでしたでしょうか。かなり真面目に作ってたんですけども、美味しすぎてテンション上がっちゃった僕。これぐらい美味しい。なので皆さん、ぜひ作ってください。